はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ウクライナ、ロシア早期警戒機 A50 撃墜と発表。先月に続き2機目。事実ならロシア軍大打撃。ウクライナ国防省情報総局は23日、同国空軍との共同作戦によりアゾフ海上空でロシア軍の早期警戒管制機 A50 を撃墜したと発表した。ウクライナ側による A50 の撃墜発表は1月中旬に続き2例目。大型レーダーで空域を監視する A50 は制空権確保の要を担う機体で、事実であればロシア軍に大きな打撃となる。情報総局は A50 がロシア軍のレーダー探知や航空管制、ミサイルによる空爆の指揮を担っていたと指摘。価格は1機3億5000万ドル、約530億円で、ロシア軍も数機しか保有していないとした。一方、タス通信によるとアゾフ海沿岸のロシア南部クラスノダール地方の地元当局は同日、航空機2機が同地方で墜落し、火災が発生したと発表。後に墜落したのは1機だったと訂正した。墜落した航空機が A50 かどうかには言及していない。地元当局は住民らに墜落した航空機の写真や動画をインターネット上に投稿しないよう命じた。複数のロシア軍事ブロガーも同日、A50 の墜落を報告。ロシア軍の対空ミサイルの誤射が墜落の原因となった可能性を指摘した。このように報道されております。早期警戒管制機 A50 は防空システムや誘導ミサイルの探知、戦闘機の標的の調整などのために使われ、空軍で最も価値が高い部類の機材でありまして、重要な役割を果たしています。1月14日の撃墜に続いて2機目であると見られています。これはですね、非常に大きな大戦果と言えると思います。他方で早期警戒管制機とは、本来であればですね、こんな短期間に2機もですね撃墜されるような目標ではありません。またロシア空軍が保有する A50 と改良版の A50U は合計でたった9機でありました。そのうち1機は昨年2月ベラルーシ国内の基地で、ウクライナ空軍またはベラルーシの工作員によって損傷したと見られています。1月14日に撃墜された A50 とベラルーシで損傷したと見られる A50 が使用不能状態という情勢であると見られることからですね、 A50 早期警戒管制機の残存は先月1月の段階で7機と見られておりまして、これによりロシア軍の航空作戦は制約される可能性があると報道されておりました。そして今回2月 A50 が再び撃墜されたとなりますと、ロシア空軍が保有する A50 は残存数が6機体となります。さらにですね、この状況を悪化させているのは、ロシアはですね現在制裁を受けているという情勢のため、新しい A50 航空機を製造できない情勢に直面していると見られます。またロシア軍としては A50 早期警戒管制機をウクライナ侵略だけに使用しているわけではありませんので、残り6機の A50 早期警戒管制機のうちから代替機を用意できたとしても、そのことはですねロシアという非常に広大な国全体の防空体制に穴が生じる可能性を示唆しています。つまりここまで A50 が減少してしまいますと、ロシア軍は厳しい二択を迫られていることを意味します。1、ロシアという国全体の防空を手薄にしてまでウクライナ侵略へ A50 の配備を優先させるか。2、それともウクライナ侵略でのロシア空軍の作戦にマイナスの影響が出ることを承知の上でロシアという国全体の防空を優先するのか。この2つの選択をロシア軍は迫られていると考えられます。どちらを選択するにしても、これはロシア空軍が計り知れない大きな打撃を受けたことを示唆しています。今回の A50 の撃墜については大きく分けて2つの説があります。 1S200 説、今回 A50 が墜落した地点のトルドバやアルメニア村は前線から約200キロも離れています。これはウクライナ軍が持っているパトリオット防空システムのミサイルの射程距離約160キロメートルを大きく超えています。そうした中、 S200 防空システムは射程約300km あると言われておりますが、ソ連時代の古い兵器でありまして、ウクライナ軍では2013年に現役を引退しています。
ただその後ですね、このウクライナ侵略が始まってからウクライナ軍はこの S-200 を独自に改造して地対地攻撃用として投入していたという一部報道もありました。射程約 300km あることからアゾフ海上空の大半の標的を狙うことは可能ではあると思います。しかしこの S-200 というのはソ連時代の古い兵器ということもありまして、この S-200 の性能はロシア軍もですね知っているということもあります。ですので今回本当に S-200 で撃墜したのかどうか、これはですね今後の報道を見極める必要があると思います。説2としましては、ロシア軍によるフレンドリーファイア説があります。ロシアの軍事ブロガーはロシア軍の対空ミサイルの5社が墜落の原因になった可能性を指摘しております。ただですね、前回の1月14日にロシア軍の A50 が撃墜された時もロシアの独立系メディアがロシア軍の防空ミサイルによる誤爆の可能性を伝えておりました。独立系メディアインサイダーは情報筋の話として、ロシア軍がウクライナ軍が発射したミサイルを撃墜しようとしたが目標を誤ったようだとの軍事専門家の見方を前回1月の時は紹介しておりました。もし今回も含め1月と2月2回続けてロシア軍がロシア空軍で最も価値が高い部類の機材であり重要な役割を果たす早期警戒管制機 A50 を撃墜したのだとしますと、その方が問題であるように思います。また今回の誤爆説ということには矛盾があるとの指摘があります。今回撃墜されたと報道されている A50 は離陸したばかりで着実に速度と高度を上げながらロシアに近づくのではなくロシアから遠ざかっていました。逆に A50 を撃墜したとされるミサイルはウクライナからロシアに近づいてきていました。巨大な A50 航空機の速度と大きさ、飛行方向から判断するとロシアから遠ざかる A50 とロシアに近づいてくるミサイルと混同することはありえないとの指摘があります。いずれにしましても A50 が連続で撃墜されたことでロシア空軍は A50 の投入に慎重にならざるを得なくなり、そのことでロシア空軍はウクライナ上空での活動が制約される可能性がありまして、さらにはいずれウクライナ軍に投入される F-16 ということを考えますと、今後ウクライナ空軍が航空優勢確保をする上で有利な条件が整いつつあるように見えます。ロシア軍は戦車、装甲車両に大きな損害を受け、黒海艦隊も多くの艦船を撃沈され、さらにはロシア空軍は主力戦闘機や早期警戒機を失っているということでありますので、ロシア軍全体を見た場合ロシア軍の戦力は衰退へと向かっているように見えます。ウクライナがロシア軍のスホイをまた撃墜、3日で計6機の大戦果に。ウクライナ空軍はロシア軍の戦闘爆撃機をこの3日間で6機も撃墜した。ロシア軍機はどんどん墜落している。ウクライナ国防省は19日総戦果を誇った。撃墜した6機はフクザのスホーイ SU-34 戦闘爆撃機4機とタンザのスホーイ SU-35 戦闘機2機である。 SU-34 はロシア空軍最高の超音速攻撃機だ。ウクライナでは最近主に近接航空支援任務に投入されており、前線方面に高高度で軌道展開し 40km ほど離れた距離から KAB 精密滑空爆弾を発射している。超音速機の SU-35 は航空優勢を確保するための制空戦闘機で SU-34 の護衛にあたる。6機のうち3機は17日にウクライナ東部アウジーユカの東 100km あたりの上空を飛行中に撃墜された。アウジーユカから撤退するウクライナ軍部隊を滑空爆弾で攻撃するために編隊を組んでいた模様だ。ウクライナ国防省は18日に4機目のスホーイを撃墜し、19日にさらに2機を南部のアゾフ海上空で撃墜したと主張している。撃墜に使われたのは全てウクライナ軍のパトリオット2型だった可能性がある。ロシア空軍は直ちにスホーイが不足するわけではない。オランダのオシント、オープンソースインテリジェンス分析サイトオリックスの集計によれば、2年にわたる激しい戦いの中で撃破されたロシア空軍の SU-34 と SU-35 は前者が150機中25機、後者は120機中6機となっている。イギリス王立防衛安全保障研究所 RUSI の先週のレポートによれば、ロシア空軍にとってそれ以上に大きな痛手は経験豊富な航空機搭乗員の喪失かもしれない。
RUSI のアナリストであるジャック・ワトリング氏とニック・レイノルズ氏は、ロシアの航空作戦は重要な任務を遂行するのに十分な経験を積んだパイロットの利用可能数によって制約されていると指摘している。このように報道されております。こうした中、さらにロシアの国内の夜勤工場がウクライナのドローンによって攻撃され大爆発した様子が SNS に投稿されております。日本時間2月24日午後のニュース。ロシアのリペツクで爆発。この地域の住民によってアップロードされた複数のビデオは、ノボリペツクの夜勤工場がおそらくドローンによって攻撃されたことを示しています。このように伝えられております。投稿された動画は僕の方でも確認しましたが、ロシアの工場が大爆発する様子を捉えています。このことはですね、ロシア軍の砲撃能力を低下させる可能性も考えられるかもしれません。と言いますのは、方針を作るには夜勤技術が非常に重要であると言われています。そしてロシアはもともとですね、方針の大量生産をしていないと指摘されておりました。つまり今回のロシアノボリペツクの夜勤工場がウクライナ側のドローンにより攻撃され大きな損耗を受けたということだとしますと、それはロシア軍の方針製造拠点を狙い、ロシア軍の砲撃能力の低下を狙った可能性も考えられます。さらに次のような報道もされております。イギリスシンクタンク国際戦略研究所が13日に公表した世界の軍事情勢を分析した報告書ミリタリーバランスの2024年版によると、ロシアがウクライナで喪失した戦車は3000両以上に達した。これは2022年のウクライナ侵攻開始前に現有兵力として保有していた主力戦車の総数に相当するという。このように報道されております。これら様々なニュースを見てまいりますと、ロシア軍は空軍、黒海艦隊、戦車などの損失、そして砲撃能力の低下など軍隊全体の能力をウクライナ軍の攻撃により低下させているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける。このことが非常に重要であります。国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。そして1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。